えー、三浦瑠理さんの徴兵制発言が話題になってますが、日本が戦争しないためにはどうしたらいいと思いますか？個人的には現状維持がいいと思います。うん日本が戦争しないためには経済的にかなり良くなるっていうのが必要だと思います。あの結局その戦争する場合ってあの経済的に困った時にやるんですよね。その日本が第二次大戦でじゃあなんでその戦争することになったかっていうと石油なかったんですよ。 ABCD4 だっけ要はあの「お前日本に石油売らねえわ」って言って「じゃあ石油取りに行くわ」っつってインドネシアとかに攻めなきゃみたいな感じで要は日本がお金があればじゃあガンガン買うわ金ならあるからって言って要は金づるになってれば仲良くしてくれるんですよ。で中国って微妙な国じゃないですか。 なんかあのウイグルでその囚人もともとのウイグル人の人があの囚人にしてたりとかなので世界中でいろいろ言われてはいるんですけどただ中国ってめっちゃ金持ってるんでドイツとか文句言わないですよ。まあ金くれるしなみたいななので金持ってるる国ととは仲へ屈しよようとすすんですよでも金がないとどんどん嫌がらせされるんですよ。 例えば北朝鮮とかって、あの、まあ、世界中から経済制裁を受けてるじゃないですか。要は、北朝鮮って金持ってないから、仲良くしてもしょうがないから、もう経済制裁して潰れてガチする人がいても知ったこっちゃないよねってなるんですけど、中国はめっちゃ金持ってるから、中国いらねえやってできないんですよ。なので、金さえあれば戦争にはならないです。なので、あの、経済ってすげえ重要なんですよね。 ツイッターでもちょこちょこ書いたんですけどそのまず日本ってその石油が取れないのでなのでそのなんか食料自給率がどうたらって話で書いたんですけどそのじゃあ日本が食料自給率100%以上になりましたって言ってもじゃあガソリンが手に入れないだったら電気自動車で運べばいいじゃんって言うんですけど電気自動車の電気も火力とかガスとか海外から輸入したエネルギーで動かしてるんですよ。 なのでその食料がいくら日本にあったとしても東京とか大阪とか都市部に食料を持っていくことができないんですよ。要は海外から石油とかガスとかエネルギーを買えないと。でじゃあその石油とかが買えるような経済力があればもちろん食料も買えるんですよ。要はその石油とかって産油国からしか手に入れられないんですよね。中東だったりそのアメリカのシェールガスだったり。でも食べ物って大体どこの国でも作ってるんでその要はあのじゃあ。 中国が食べ物を売ってくれないんだったら韓国から買えばいいし、韓国が売ってくれないんだったらロシアから買えばいいし、ロシアが売ってくれないんだったらアメリカから買えばいいし、オーストラリアかもしれないし、インドネシアかもしれないし、マレーシアかもしれないし、ベトナムかもしれないし、まあ、世界中食べ物はどっかの国で買えるんですよ。なので、もし海外から食料が買えませんってなった時は、当然石油も買えません。なので、あの、食料が買えないような事態になった時点で、日本はアウトです。 なので要はその石油がないとそもそも食料があっても飢え死にしますとで食料自給率100%になったからうちら大丈夫だよ世界中と敵対してもって言ってもその食料を運べないから餓死しますとで食料自給率が仮に0%だとしても石油さえ買えるんだったら金があるんだから他の国から食料をガンガン買って食えるんですよなので石油を買う金っていうのが一番 重要で、石油を買う金がなくなった時点で、日本は終わります。なので、その食料自給率ってどうでもいいんですよね、言っちゃえば。まあ、この言い方をすると、割とその反発する人はいるんですけど、その食料自給率が仮に0%だとしても、石油を買える状態であれば、食料は買えばいいので、日本は成立しますと。で、あの、じゃあ石油を世界中から買えませんっていうところで、Twitter でその、日本は石油の備蓄量が243日もあるじゃんみたいなことを書いてた人がいるんですけど、 243日分の備蓄があったとしても、243日後にみんなガチするんですよ。<laughs> だから要は、大丈夫かどうかっていうのは、それが永続的に続けられるかどうかなんですよね。例えば、食べ物でも毎年毎年食べ物を作れてるから、じゃあその10年でも5年でも食えますよねって話なんですけど、243日後に亡くなりますって言ったら、もう243日後に白旗あげるしかないじゃないですか。例えば、じゃあその中国と日本が戦争になりましたと。 で、その中国とは揉めたくないっていうので、世界中の国が日本に石油を送るのやめるわって言って、その瞬間、243日後に日本人餓死するの確定なんですよ。まああの、何人しか生き残るかもしれないけど、結局その石油がなくなりました。もうこれ以上輸入できませんっていうと、食料庫のあるエリアと農地の人は生き残るんですけど、都会の人はガンガンガ死するんですよね。で、都会の人はガ死するって分かるわけじゃないですか、東京の人は。 で、国会議員って大体東京の人なんで、多分、石油が入らない243日後に餓死するってなった瞬間、100日後ぐらいに中国に白旗をあげます。あの、俺ら死にたくねえからっていう。で、北海道とか農地の人は別にあの、石油なんかなかったとしても、俺らあの、別に自給自足できるからどうでもいいっすみたいになってるんだけど、物事を決めるのは東京の人です。なので、その、 ほ、じゃあ、あの、農地の人たち、九州の人とか、北海道の人とかが、全然引き続けなくてもいいっすって言っても、東京の人たちが、あ、もう日本は、あの、撤退するんで、あの、中国さん持ってってくださいって言って、多分、九州とか、あの、中国が、その、北海道とか九州とか持ってって、東京だけ日本として残るみたいな、そんな感じになると思います。は <laughs> い。結局、その、政府っていうのは、まあ、大体東京に住んでる人たちなんですけど、は、その、日本の、その、どう日本がどうするべきかっていうのは、政府が決めるんですよね。 なのでその地方とかって、例えば尖閣諸島とか沖縄とかっていうのは、まあ持ってかれがちじゃないですか。今でもその尖閣諸島って70日ぐらい確か領寒侵犯されっぱなしなんですよね。でもまあほっといてるじゃないですか。でまあ沖縄も昔は中国、あのアメリカに取られましたみたいなのがあるので、で北方領土もなんかあの半分はもう諦めたじゃないですか。あのも日本にするのは無理みたいな感じで。なのでその東京から離れてるところっていうのは割とその あの、東京にいる政府っていうのはほっとくし、取られても気にしないですよね。あの、島根県に竹島っていう、あの、日本の領土があるんですけど、あそこその韓国の人たちが今住んでて、もう50年ぐらい住んでて、で、まあこれ何回も言ってますけど、多分、あの、あと50年ぐらいすると、100年間韓国人が住んでて、日本人誰一人住んでなかったんだから、これ韓国だよねって言われたら、多分国際詳細抹消で負けると思うんですよね。でもその東京から離れてるから結構どうでもいいっていう。 多分そういう感じなのでそのじゃあその石油がなくなった時にどうなるかっていうと多分普通に日本は白旗を挙げるってことなんじゃないかなと我々も育ちも広島で8月明日広島原爆の話一緒になります過去の核使をこれからの核はどうかというか広木さんの思いを教えていただけますかまず広島の人が核のこと気にしすぎ 核が落ちたという事実はあるし、で、そこを何とかしたいなというのもわかります。ただ、広島の人が何か考えて決められるような状況ではありません。 広島というのは被害者だったり遺族だったたたたりでででその被被害害をを受受けけ地地すすよよとで長崎もだじゃあ世界が核というのをどう扱うかっていうのはその各国の偉い人が決めるんですよね。広島が決めるわけじゃないんですよ。なのでその広島の人としてはこれだけ遺族とかで、まあ、例えば黒い雨訴訟とかでいろんな被害を被ってるんだから世界をなんとかしたいっていう気持ちはあると思うんですけど残念ながらあの日本の政府も核は減る方向 に頑張ろうとはしてないんですよね <laughs> アメリカが核ガンガン持っててこれから戦争しまくるぜっていう国でアメリカ以外に持たせないようにしようぜっていうので北朝鮮とかに威嚇をしてたんですけどなんだかんだ言って北朝鮮とアメリカはなんか手打ちみたいなことになっちゃってもうアメリカは北朝鮮の文句言わなくなっちゃって北朝鮮をガンガン攻撃してた日本はあれれどうしようっていうのでなぜか北朝鮮と国交回復をするとか言い出していやいやいやできないっしょっていうような状態になってて。 なのであの、広島、長崎がどうこうっていうのはあんまりもう関係ないところで世の中動いちゃってるんですよね。なので、被爆地としてであれば多分日本国内で行くよりは海外に対してアピールをした方がいいんじゃないかなと思うんですよね。 元 AFP 通信の西村カレンさんっていうはフランス出身のジャーナリストがいるんですけどでその人が広島の黒い雨訴訟についてあの Twitter でちょこちょこ書いてるんですけどで結局日本政府は原爆を食らった人っていうのはそれはらったよねっていうので原爆被害者として認められるんですけどその原爆が落ちたその後の日に広島入りした人たちっていうのが原爆の破片だったりとか放射性廃棄物だったりとかっていうのが雨になって落ちてきてでそれが体に当たった ことで体にその放射線の影響を受けてで、その核被害者として認めてくれっていう裁判があるんですけど、黒い雨事件だと思いませ、はい、で、それがそのえっ、ー、と一応一新とした国が負けたんですけども。ただそれでもなんかコスするかもしれないみたいなのがあってで、まだコスするかどうか国としては決めてないんですけど。で、それをフランスの記者さんが。 控訴するべききじゃなないよよ大きな問題だよねって言ってて言るのでで多分そういうい形でその世界の問題にしちゃった方がいいと思うんですよね核の問題って、例えば、フランスって核めっちゃ持ってるんですよ。あの、EU の中で唯一核を持ってる国で、で、EU が戦争になるときって、まあ EU として戦うぞってなるんですけど、核を持ってるフランスがなんだかんだ言って発言権強いんですよ。で、ドイツは、その、金も出すし、軍事力もあるんですけど、昔やらかしたせいで、軍事的な発言権は だいぶ少ないんですよね。なので、その EU として、じゃあ何か戦争行為になるねってなった時は、フランスの発言権はめっちゃでかいんですよ。で、別にフランスの記者さんがそういう思惑で言ってるとは思わないんですけど、世界の核をなくした方がいいよねってフランスは思ってるんですよ。だってフランスは持ってるんだもん。要は、アメリカも世界の核は持ってない方がいいよねって思ってるんですよ。世界の他の国はね。だってアメリカ持ってるから。要は、核を持ってる国っていうのは、他の国は核持たない方が有利なんですよ。 なので、その日本っていうのはこういう核の被害者がいるから核を持たせるべきじゃないよねっていうのを世界中にアピールするっていうのは核保有国にとってはすごいメリットがあるんですよ。 フランスだったりアメリカだったり。なのでもしその核を減らすっていうのをやりたいのであれば、そのアメリカだったりフランスだったりっていうのの核よくないよねっていう、そのプロパガンダと言っていいのかな。それに乗っかる形で多分宣伝した方がいいんじゃないかなと思います。はい、とはいえねあの、じゃあフランスが核自分たちの捨てるかとか、アメリカがアメリカの持ってる核捨てるかとか、ロシアが持ってる核捨てるかっていうと、まあ捨てないんですけどね。世界の中で核を持ってる国が強いよねっていう、そういうパワーバランスがあるので、その中で決まるんじゃないかなと思います。